ロイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。叩くの早くゴリラだよね、昔ゴリラって言うゴリラっぽいって言われたことある。まあ、いや ラーメン食べてきたラーメン食べるゴリラです、はいはい、ということですね、今回は、うん、山梨県の甲府市に来てるんですけども、なんかね、甲府の中でもうトップ3とかねぐらいに入るっていう噂を聞きつけてですね、やってきたんですけどね、うん、これはめっちゃ期待できる、期待できる。だってさ、車止めるとこないんや。そうそうそう、マジでね、うん、まあちょっとね、あやちゃんが今いらないということで、うんうんうん、車の中でバンをしてるんですけど、はいはい、その隙に行ってみたいと思います。行きましょう。それでは行ってきます。六角堂、六角堂博多長浜ラーメンって書いてある。行ってみましょうよ。行きましょう。なんだ、うん、ね、マコは長浜、長浜なんだけど、あの替え玉じゃなくてライス行ったから、これ多分替え玉じゃなくて米もいいね。ね、うん、なんだろう、麺はあっさりなんだけど、うん、とろみがある、あ、ちょうどいいぐらいのとろみがあってね、美味しかったよ。麺があっさりってどういう言い直しますよ、麺が細麺当たり前だけど、うん、あのとろみがあるスープがね、ちょうど良い粘度でね、うん、あの美味しかった。片目普通だったんだけど、うん、美味しかったよ。美味しかったね、うん、あれなんか針金っていうのにしたいけど、ね、ちょうど良かったな。で、魚介スープどうだった？よかったよ。よかった。うん、あのなんていうのか、まあ基本豚骨なんやけど、うん、この魚介の風味があって、うん、なんとも言えへん複雑な味やな。ああの複雑な味わい
か味わい、うん、横で見てトッピングがさ海苔がもうぐわーって一周してたじゃん。あ綺麗やなね、うん、来た瞬間うわ綺麗やなと思った、うんうん、今度ちょっと俺それもそれ食べてみたいなと思った。今度なかなか来れへんよ。そうだよね、うん、いつ来るか、うん、まあいつの日か、はいはい、来た時には来ましょう、はい、うん、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。